ようこそ滝田学長の大学へ。今回の話題は、事故起こしすぎでは、インチョン空港で航空機2機が衝突、あわや大惨事に、ということについて紹介します。韓国インチョン国際空港で12月19日、旅客機2機が衝突する事故が発生しました。インチョン国際空港公社によると、12月19日午前9時45分ごろ、インチョン空港第1旅客ターミナルの係留場誘導路で、乗客118人を搭乗させ離陸を待機していたラオス航空の旅客機と、搭乗客が全員降り、トーイングカーで牽引を受けていた韓国のエアプレミア航空旅客機が追突したとのことです。この事故によりラオスビエンチャンに出発しようとしたラオス航空旅客機の尾翼の一部が破損、エアプレミア旅客機は右側の翼の一部が破損したものの、人命被害はなかったようです。ちなみにラオス航空の搭乗客はその後代替航空機で出発したとのことです。なお韓国の LCC エアプレミア航空は2017年7月27日に韓国の LCC チェジュ航空の会長だったキム・ジョン・チュルによって設立され、2022年11月8日日本の国土交通省から外国人国際航空運送事業の経営許可を取得し、12月23日よりソウル・インチョン・東京・成田間に週4便を就航させる予定の航空会社です。今回は航空機側、航空会社側の問題では一切ないですが、今回の事故により韓国の航空機は事故が多い印象がもっとついてしまいました。なおインチョン空港公社関係者は、地上操業を担当するシャープアビエーション系の作業者がラオス航空旅客機が移動した後、エアプレミア航空機を牽引すべきだったがそうしなかったようだと話しており、韓国国土交通部は事故調査に着手。国土交通部の航空機事故調査委員会は衝突した航空機を駐機場に運送し、牽引車の運転手などを相手にインタビューを進めているようです。さてそれではここからこの事故に対する韓国人の反応を紹介していきます。大きな事故が起きる前兆だ。できたばかりの航空会社なのにこの航空会社は危ない。我が国ではありとあらゆる事故が発生する。もはや毎日何かしら事故が起きているよ。今回はたまたま人命被害はなかったけど大惨事になっていてもおかしくなかった。これは地上操業者のミスなのか、無理な業務進行が問題なんじゃないか。今までの我が国での事故を見ればミスではなく体質そのものに問題があるのは明らかだろう。でもこのニュースもすぐ忘れられるんだろうな。イテウォン事故も全く報道されなくなってるし、恐ろしい。私も飛行機に乗るたびにあんな事故が起こるのではないかと心配していましたが、本当の事故になりました。人命被害はないということは良かったですが、誰かがいつ犠牲になるかの問題だと思います。ユン政権は一体何をしているんだ。ユン政権になってから何もかもがおかしい。もうダメだよこの国は。我が国の崩壊を進めるユン政権。ああムンジェイン様、戻ってきてください。この政府は一体どれほど国民を恐怖に貶めれば気が済むんだろうか。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。